マルティン・ヘンエルはドイツの福音主義進学者、中便ン,ン大学福音主義進学部、新約聖書学教授。マルティン・ヘンエルは中便ン,ン大学において、1959年に進学博士号を授与され、1968年には大学教授資格ハビリタツンを取得している。1968年、エアランゲン大学教授に就任。 1972年から1992年まで、中ューンゲン大学福音主義進学部、新約聖書学講座教授に在任した。同時に、同大附属、古代ユダヤ教、ヘレニズム宗教史研究所所長も務めた。1992年に大学を定年退職した。ウプサラ大学とストラスブール大学から、名誉博士号を授与された。セントアンドルーズ大学。 ダラム大学、ケンブリッジ大学から、名誉神学博士号を授与された。1978年以降、ハイデルベルク科学アカデミーの会員であった。2009年に死去し、チュービンゲンベルク墓地に埋葬された。マルティン・ヘンゲルは、新約聖書成立期における初期ユダヤ教の専門家であった。とりわけ、パレスティナ地域のユダヤ教におけるヘレニズムの影響を専門的に取り組んだ。 当時のユダヤ教徒、ヘレニズムが互いに複雑に重なり合う形で影響を与え続けていたことを彼は明らかにし、宗教私学派による大まかな推論を否定した。とりわけ、ルドルフ・ブルットマンのテーゼにある問題点を指摘した。研究者として幅広い方面から評価を得ていたヘンゲルであるが、新約聖書学の一般的傾向に対して批判的見解を明らかにした。 さらに、様々な傾向を示す、処分書から成立している、新約聖書を一括りにして理解することに懐疑的な判断を下した。マルティン・ヘンゲルは、福音書の表題を自然なものとしてそのまま受け入れることを指示した。なぜなら、その表題が多くの写本において同じように存在しており、福音書記者名が後付けされたとする証拠が全く認められないからである。 福音書記者名の後世の後付けという図式でもって、今日まで聖書者釈技形の頭の中で非歴史的な現影が作られているとヘンゲルは見なしている。新約聖書学において定説になっている旧資料の存在をヘンゲルは疑問視し、言葉資料旧なるものを現代における疑似科学神話であると断じた。言葉資料旧ではなく、ルカ福音書を用いて、 またイ福音書が書かれたと彼は推定した。しかし、文献上の依存関係モデルが、教官服音書問題を解決することにはならないと、彼は主張した。さらに、新約聖書学に定着している他の傾向もヘンゲルによって否定された。何時までも信じられ支持されている姫子ア的、イエス像も現実には存在し得ないものと彼はみなし、 トマス福音書も研究上課題評価されていると断じている。ヘンゲルは福音書の成立時期を後に動かす見解を指示した。すなわち、マルコ福音書を69、70年、ルカ福音書75、80年、マタイ福音書九90、100年、ヨハネ福音書を100、105年頃の成立とみなした。ヘンゲルは、 保守的な新約聖書学者の代表的な存在で、あるが、福音書成立の順序や時期に関しては、またい福音書が最初に書かれたとする、初代教会の伝承には依拠していない。プレス・アメルドンでアエファンゲリション・ランデスカー・シュイン、ベル・タンベク、ハット・ウルリヒ・ヘクル、ダイクラフト・デ・イヴァンジェリアムズ・ビアディ軍。 本プロフェッサードクターマーチンヘングル AM10 ジュリ2009アウフデムバーフレデホフイントゥービングニンインティーロージョッシュバイトリンは 40S306310 ヘングルダイフィアエイボングリアン 2008S1709972 ヘングルシュエマーヤソウントタズジュダントム 2007S217 ヘングルダイフィアエイボングリアン 2008S10 S8 ウントカップ7アンガベンバーノムマンフォンデアレゼンシオンディーゼスブーカスディーヒフランツグラフストゥールホーファーインジャブクフィアイバンジェロクルテイラギー23二千九 S277F ヘングルチュエマーヤソウントダズジュダントム二千七ホーバトウント S197 アンガベンバーノムマンフォンデアレゼンシオンディーゼスブーカスディーヒフランツグラフ ストゥール・ホーファー・イン、ヨーロピアン・ジャーナル・オブ・シオロジー 18-2009-S92F ヘングル・ダイフィア・エイ・ボングリアン -2008-S275-354 ありがとうございます。